怪我しないようにな。新世界に君臨する白ひげ海賊団は大小の海賊団を傘下に抱え、この世界の勢力バランスを支えるほどの大勢力を誇っていた。仲間2人を取り戻したルフィは義兄エースの勧めに従い、白ひげエドワード・ニューゲートとの初対面を果たすが、小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。あれがエースの弟か。堂々としたもんだよ。いおめえ、海賊王になりてえらしいな。そうだ、俺知ってんだぞ。お前も海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な小僧だ。海賊王になるってことはおめえ、この白ひげをもしのぐってことだぜ。当たり前だろ、お前になんか負けねえ。かなったれが言いやがる。どうだ、ここでおめえらの力を試してやろうか。試す？それとも威勢の良さは口だけかよ。うるせえ、試してえなら望むところだ。待ってろ、ぶっ飛ばしてやるからな。おやじ、どういうつもりだよ。い小僧どもがどの程度のもんか見てえだけだよ。海賊王になるのは俺だ。笑わせやがる。一人で突出して周りも見えてねえんじゃねえか。味方は小大将が突出、前線は伸びきって、追い返して白ひげの親父さん側は余裕じゃな。どうも、白ひげの親父さんさえ倒せればわしらの勝ちなんだ。エースはおっさん気に入ってるみてえだけど、海賊王を目指してんならこれの敵だ。小ざきやがる。おめえだけは一人目みてえだな。
面白い小僧だ。いきなりキングは取れねえだろうよい。こいつらの相手は俺たちで十分だよ。任せたぜマルコ。ホームポイント確保を得る。ホームポイント確保を得る。払ってもらうよい。誰が相手でもやけねえ。お前を倒しておっさんもぶっ飛ばす。一番隊長貴重丸あの時はならんぞ。俺も行くぞ。なかなかやるよい。まったぞ。まだ広く戦場を見られてねえようだな。奴らを分断しちまえよい。こちらの動きが読み切られた。やはり手だれの戦ぶりだな。一安心というところか。だが魔剣のビスタもいることを忘れるな。
ここは退いてやろう。勝てると思うなら
試してみろよい。だけはあるみてえだな。当たり前だろ、俺たちは何があっても負けねえ。マルコ、そのあたりでやめとけ。ここは勝ちを譲ってやろうじゃねえか。さすがだな。やれやれ、聞いたよい。ルフィ、おめえここに何しに来たんだ。仲間を探してんじゃねえのかよ。あ、忘れてた。うらら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 、いいぜ小僧、仲間探しとやらに協力しようじゃねえか。え、本当か。おっさん、いいやつじゃねえか。おめえが口先だけじゃねえことは分かった。兄貴譲りの無鉄砲さも嫌いじゃねえしな。ただ条件がある。なんだ。いいか、よく聞け小僧。おめえらが持ってるダイヤルのことだ。そのダイヤルにどんな力があんのか知らねえが、相当ヤバいもんだってことはおめえらも気づいてるな。おそらく政府と海軍はダイヤルを回収するためにこの先も総力を挙げておめえらを襲ってくるぜ。そのくらいは分かってるよ。加えて大海賊同盟がある。名手の赤っ鼻は取るに足らねえ野郎だが、傘下に結構なクセ者どもを加えてすでに侮れねえ勢力に成長してやがる。おめえがいくら強かろうが、海軍と海賊の猛者どもをまとめて相手にすりゃ勝ち目はねえ。そんなのお前が決めんな。戦ってみなきゃ分かんねえだろう。戦力の規模が違いすぎるってんだよ。そこでだ、俺たちと連合しねえか。連合？ちょっと待った、ルフィ、ちょっと来なさい。最近白ひげ海賊団は大海賊同盟に押され気味なんでしょ。連合とか言いながら私たちを傘下に入れて体よく利用するつもりじゃないの。そうなのか。だが白ひげが味方になるメリットはでけえだろ。あいつらの縄張りも自由に後悔できるぜ。それもそうね。いいわ、連合の話を受けましょう。ただしあくまでも対等な連合よ。いいわね、ルフィ。よし、わかった。おい小僧ども、相談は済んだかよ。おう、連合の話は受けてやる。麦わら白ひげ連合だ。
そこはおめえ、白ひげ麦わら連合だろ。どっちでも構わねえよ。じゃで、おめえらの仲間探しの件だが、俺んとこにも確かな情報は入ってねえ。なんだよ、おっさん、知らねえのか。だが、ダイヤルの正体をたどってきゃ、いずれおめえらの仲間に行き着くかもしれねえぜ。まずはパンクハザードにもう一度行ってみることだな。その間に俺の方でも情報は集めといてやる。だが親父、あそこはかなり危ねえよい。ああ、今のおめえらじゃ戦力が足りねえな。マルコ、おめえ一軍を割いて小僧どもを助けてやれ。親父が言うんなら分かったよい。よろしくな。エースはどうすんだ。俺は今別件でティーチってやつを追ってんだ。悪いが、ここでお別れだな。そうか、頑張れよ。じゃあ目的地も決まったし、出発だ。